こんにちは、マサン6494です。今回は東京都港区の集団接種会場で3回目の新型コロナウイルスワクチン接種を医師の指示なく勝手に接種した男性看護師2人と女性薬剤師1人を特定していこうという動画になります。はい、ということで個人的に言うと医療従事者としてクソですね。まだ全体で接種されてない方もいる中、勝手に自分の判断で都合のいいように自分で接種して、まあ、それで、自分だけ助かろうとか、まあ、自分だけいい思いしようとか思ってる、自分勝手なやつ、めちゃくちゃ嫌いです。そして、基本的にコロナワクチンを接種する際には医師の、診断必要だし、打った時の、残さないといけないですね。3回目、2回目打ちましたとかで、どのバイアルで打ちましたとか、そういった証拠とかも残さないといけないし、打った後のケアとかも必要だったりとか、いろいろするので、大変だし、でこういった、すごい勝手なことをする、人間がいるだけで、すごく迷惑です。医療従事者として。医療従事者が、こんなことやってるとか、これがスタンダードっていうか、思われるのがすごく嫌です。はい。こういう人間がいるだけで。なので、本当に、自分勝手なこと、自分のことしか考えられないような、頭のおかしい人は、ちょっと医療従事者から、去ってほしいなって、ちょっと個人的にはすごい思いました。めちゃくちゃ大変なので、毎日。自分たちも、コロナワクチンの調整もしてるし、すごくワクチンのバイアルの管理もすごく大変だし、自分たちだけじゃなくて、周りのスタッフも大変だし、そして、患者さんも、人によってすごく副作用出たりとか、副反応出たりとかで、また、救急外来受けに来られたりとか、入院されたりとか、また、若い世代とか、接種始まったんで、それで、多分若い方が、多分副作用っていうか、すごく出やすい傾向にあったりするので、すごく心配される親御さんとかもいるし、すごく大変なんですね。そんな中、本当に自分勝手で、3回目接種したこの3人、許せないので、皆様知ってる情報をお持ちの方は、コメント欄、また、ツイッターのダイレクトメール、またヤフーメールで大丈夫ですので、教えていただけるとありがたいです。はい。ということで、今回は東京都港区の集団接種会場で、3回目の新型コロナウイルスワクチン接種を、医師の指示なく勝手に接種した男性看護師2人と女性薬剤師1人を特定していこうという動画でした。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。